この水不足に加えて心配なのがこちら、電力不足です。杉本さんに伝えてもらいます。はい、昨日四国電力の永井社長は定例会見の中で次のように呼びかけました。はい、四国を含む西日本エリアの電力需給は安定供給に最低限必要とされる予備率 3% を確保できる見通しとなっているものの、厳しい需給状況にあります。無理のない範囲で節電にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。今永井社長の発言にもありましたけれども、はい、四国も厳しい需給状況だということなんですね。はい、そうなんです。まずは県内の電力需給の現状についてなんですが、はい、連日東京電力管内ではこちら電力需給逼迫注意報が発令されています。これ今週に入って全国ニュースなどでよく耳にするワードですよね。はい、これは電力需給が逼迫する恐れがある場合に、はい、経済産業省が節電の必要性を呼びかけるために発令するものです。はい、電力の余力を示す予備率が、翌日には 5% を下回ると予想される場合にこの注意報が発令されます。はい、またこの予備率が 3% を下回る場合には警報に切り替え、一層の節電を呼びかけるんです。はい、では四国エリアではどうなのか。3.8% という数字が出てきましたが、こちら何でしょうか。これはですね、はい、四国エリアで予想されている来月の予備率です。こちらがそうなんですけれども、はい、ただ昨日の会見では、安定供給に最低限必要とされる予備率 3% はかろうじて確保できる見通しだとしています。ということはもしこの 3.8% もしもこれ現実になってしまうと、先ほどの注意報が出る数字だということなんですね。そういうことなんです。はい、そんな中県内のスーパーでは早速節電のに向けた動きがありました。そして今すぐ自宅でできる節電術も取材しました。屋上にある、広告灯の照明を常時消灯をいたします。中四国でスーパーなどを展開する富士リテイリングでは、7月1日からは、夏季の省エネ節電キャンペーンとして様々な取り組みを、実施する予定でいます。あさってから富士の店舗全店で順次店内の天井照明の照度を通常より 10% ほど落とす、店内の空調の設定温度や稼働時間を日々の気温に合わせて調整する、屋外の広告灯の照明を消すなどの節電に取り組みます。富士としてもできることからお客様のご迷惑にならない範囲で取り組んでまいりたいと思って実施いたします。そして私たち一人一人が日々の生活の中でできる節電術、エディオン松山本店総合家電アドバイザーの北橋さんに消費電力が特に大きい2つの家電について教えてもらいました。家庭の中で特に夏場はエアコンが占める電気代の大きいところ、フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷房効率の効果が下がり、無駄な電気代を使ってしまいます。こちらが詰まってくると冷房の出がやっぱり悪くなりますので、フィルターの掃除は2週間に1度行うことが消費電力の削減につながります。その他室外機の前に物を置かない、カーテンを閉める、扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を循環させることで部屋の空気を効率的に下げることができます。はい、そしてもう一つ、はい、消費電力が大きいのがやっぱこの冷蔵庫。はい、季節を問わず大活躍、生活必需品の冷蔵庫。扉を開けるとどうしても冷気が逃げてしまいますので、また冷やそうとして電気を使ってしまいますので、開閉をなるべく短く。ついついやってしまいがちな詰め込み収納も節電のマイナスポイント。詰め込みすぎると冷気が中で循環をしないので、はい、電気代がかかる原因になりますね。冷蔵庫を整理整頓して中身を把握することで扉の開閉時間を短くでき、さらには無駄な買い物を減らす効果も期待できるということです。その他テレビ、照明、洗濯機などの家電についても
資源エネルギー庁のホームページで節電のコツを公開中。厳しい暑さは始まったばかり。できることから少しずつ節電に取り組んでみてはいかがですか？